雪やくんくん、雪やくんくん、柴田も一緒に。うるせえ、何のおまじないだよ。はあ、雪よくんくん、はあ、だから何のおまじない。あ、頭が悪くて。え、ごめん。頭は良くないって言ってたけど、では次の問題を。小橋さん、はい。ん、小橋さん、わからないんですか。小橋さん、小橋さん、しょしょしょ、寝てる。女子高生って言えばミニスカートってイメージあるからな。女子高生、いえ、あんま、行ってきましょう。将来の夢は女子高生です。若葉ちゃんはできるの？実はやったことがなくて。え、小学校の頃授業でやらなかったか。たまたまその頃お父様の仕事の都合で海外に。じゃあもしかして仲間。そうですね。ではこれを機会に私も萌えちゃんと一緒に頑張りますわ。まずバッと足を蹴ってグワッとお腹に力を入れてくる。できましたわ。その調子で勉強も頑張ればいいのに。それは無理です。若葉ちゃんも可愛いのしてるよね。お、これですか。うん、これは亡くなった祖母の形見ですわ。私も結婚して子供ができたらこれを託して後世に残していきたいと思っていますわ。重い髪飾りがまさかこんな。おばあちゃん、お待たせしました。サモエちゃんも一緒に。早く食べないと溶けるよ。なんだいきなり。窓の外に何か見えるの。雪が。雪かい。何してるんすか。こっそり小鳥さんに餌を。お嬢様は動物好き。はあ、かわいいでしょ。カラスは小鳥じゃないっすよ。遠慮しないでいいよ。じゃあ一口だけ。ほとんど。おいしい、すごくおいしいです。一口。お邪魔してもよろしいでしょうか。ぞ、親も出かけてるみたいだし遠慮しないで。はい。ではしょしょ。トラップとかないから大丈夫だよ。お水持っていきますわ。あら、一歩歩いただけでくじけませんわ。あらあら、少しはくじけ。ごきげんよう。これが包丁ですか。若葉ちゃんは卵割って。背筋も伸びてて姿勢もいいし。ね、
見てみろ、ちょっと床から浮いてる。どうやってるんすかあれ。将来の夢は女子高生です。おお、似合うっすね。はあ、布の面積が小さすぎます。よかったらそれ若葉ちゃんにあげるよ。申し訳ないです。どうせ私は着れないし、若葉ちゃんの方が似合ってるよ。そんな、そんなに親切にしてくれるなんて。まさか呪われた水着なのでは。そんなんじゃありません。すごい人、はぐれないようにね。はい、行くよ。すいません。1年富士組、小橋若葉さん、お連れ様がお待ちです。繰り返します。趣旨が変わっている気がするな。